11レース1着になりました新田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は短期の競争になりましたけども、初手などを含めてどうだったでしょうか。まあそうですね、展開が向きましたね。まあ、基本的には一発、まあ、短期は一発狙いっていう形です。今日の場合だと、まあ、前々には痛かったんですけど、まあ、そうすると被る確率もあるので少し様子見て、中段からの初手にしました。で実際、高橋選手と、まあ、西原選手が先行争いしているところを、まあ、様子見て、で、まあ、前が立て直すタイミングでしっかりと仕掛けられたなと思いますけども、まあ、一周ちょっとですね走ってみてどうだったでしょうか、感触は。まあ、なんていうんですかね、結構吸い込まれていいところで行ったと思うんですけど、まあ、足の感じ的には最後詰められてるので、まあ、ちょっと良くないかなと思います。まあ、2日間は先行して今日はまくりになりましたけども、まあ、昨日と少しセッティングを変えたということでしたけど、乗った感じはどうだったでしょうか。まあ、昨日より全然マシですね。まあ、今日は素晴らしいまくりでしたけども、やっぱり持ち味としてはやっぱラインがあってそれで走るっていう方が出ますかね。そうですね、まあ、やっぱりラインあっての自分の戦法なので、はい、ラインができた方がやっぱりありがたいですね。まあ、この後ちょっとまだ分からないですけど、まあ、新田さんとあと同県の小原さんもいますけど、やっぱ小原さんとの連携っていうのはどうですか。やっぱり何回か連携してるんですけど、すごいダッシュなのでまたちぎれないように集中したいですね。でこういう G3 の決勝とかそういう舞台で連携できるのを、まあ、楽しみにしてるっていう感じですね。いやーそうですね、なかなかないので、まあ、したい、やっぱしたいですよね。はい、時間の後輩ですし、フリーピックでも頑張ってましたし、世界戦もメダル取ってやってきてますから、なんとか決勝上がってきて2人で決めるような、まあもちろん新田さんがいれば、うん、3人で決まるようなレースをしたいですけど、明日に向けてはもう疲れを取るっていうことに専念ですかね。まあ、そうですね、少しまた感触確かめながら調整してケアします。まあ、競輪祭まではあとここと四日市ですけども、優勝してこの後最後迎えたい、迎えられればって感じですかね。そうですね、まあ全部優勝するくらいの気持ちでいきたいですね。わかりました。では明日の決勝に向けて意気込みを最後お願いします。優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。